年は非常に寒くて、藤の花も、まだ2分咲き、3分咲きという程度でしたけど、今年は、見事に、紫の色を、楽しめると思います。花というものは毎年見ても飽きない、本当楽しい心に残ることだと思っております。今年も、天候不順で、大雪とか、この先日は大風が吹いたりして、そういう中、藤の花も、頑張って今年は見事に咲いてくれました。